うぷ主は脳が少し壊れているので、滑舌が悪いぜ。この点ご了承くださいだぜ。それではゆっくりしていってね。今回は少し趣向を変えて、CV ゲーとミディコンバーターについてご紹介したいと思います。先日アップしたイエローマジックオーケストラのソリッドセスサバイバーの動画の評判が結構良かったんで、次の曲を作ろうと思って少し作ってたんですけども、 MacOS のアップデート以降、なぜかうちの SQ64 の CV ゲート信号が出なくなってしまったんですよね。で、コルグとアップルに色々確認してたんですけども、結局 MacOS のアップデートによるバグっていうのが分かって、コルグの方からアップルにバグ修正の依頼をしたということだったんですが、あれから早2ヶ月以上経ったんですけども、全く修正する兆しがないので、アップル早く修正しろよということで、市販のミディコンバーターを探してたんですけども、これが結構値段が高いのとチャンネル数が少ないんで、これは自作できないかなと思ってウェブサイトを探してました。そうすると結構自作できそうな記事があるのを見つけたんで、これを参考にして作って、一応なるところまでできたというご紹介の動画です。今この構成なんですけども、これロジックから CV ではなく USB から、このローランドの USB ミニコンバーターを通して DX27 のインにミディが入れてたんですけども、スルーを通して今ここの自作のボードにミディ信号を入れています。で、ここで CV ゲート信号に変換して、今アンプが鳴ってますけども、コルグの MS10 に入れて鳴らしています。ということで、まだまだ他にも付けたい機能はあるんですけども、一応ここまでできましたということでのご紹介の動画です。はい、ではですね、まず参考としたサイトなんですけども、この900円で作るミディトゥ CV モジュールモジュラーシンセ自作の萩尾さんという方のサイトを参考にさせてもらいました。で、ここに紹介されているのは MIDI の音階をボルトオクターブで出力して、レンジは 05V で、キーオンで 5V 出力、ゲート信号をするようなユニットですねを紹介されています。で、これがですね、アーデュイノ、ちょっと読み方は後でチェックしますけども、というマイクを使ってやられてますね。で、カイロズがこれで結構シンプルだったんでですね、あ、これならいけるかなと。で、ここの機能はですね、これが MIDI のインで、MIDI の信号は CV とゲートの信号で出すんですけども、ここはですね、ボリュームの信号を入れてます。このボリュームをですね、このクロックを分集したり、いろいろな可変できるようにいろいろやられてます。でも私はこれ使わないんで、この機能はなしにしてます。あとモジュレーションの信号を出すようにされてるんですけども、私はとりあえず使わないんで、これもなしにして極めてシンプルな形で回路を計画してみました。あと、これがソースコードの中のマイクのプログラムなんですけども、で、これはこのままでなくてちょっと改造して使っています。次に機能と回路の説明をしたいと思います。基本的には先ほどの記事の回路を参考にさせてもらってます。で、この黄色の線より下はまだまだ未完成です。まずですね、パソコンから出たロランドの USB ミディコンバータの信号を DX27 に入れます。これをチャンネル1にして、 DX27 からミディのスルーでこのユニットに入れます。ミディインですね。で、ここでフォトカプラーで一旦受けて、それからその出力をマイコンに入れています。で、ここの S1 バツしてるんですけども、マイコンに書き込みの時に MIDI 通信をしていると書き込みエラーが出るっていうんで記事があったんでつけたんですけども、結局いらないんで今回はつけたんですけども、全部将来削除しようと思います。この辺りをですね、また後お話しします。で、これ下に行ってるのは次のチャンネル用の信号なんですけども、これはMIDI スルーのような回路になってます。で、ここにバッファー IC がですね、一旦入ってますけども、そのままオンオフの信号が下に伝わっていきます。で、こ
ここでですね、一旦ミリ信号を受けたマイコンと、ここにあるのがですね、デジタルアナログコンバーターです。これチャンネルが2つあって、1つを CV アウトにしています。記事ではもう1つ、2つ目のチャンネルにモジュレーションの出力があったんですけども、私は削除しています。それともう1つはここにゲートの信号が出ているんですけども、この記事の内容は 5V なんでですね、コルグのアナログシンセのゲートにはいいんですけども、今、ベリンガーと2600のシンセとかは 10V なんでですね、このまま 5V で入れても動作しないんですよね。マイコン用にですね、今 12V 入ってるんで、少し高いんですけども、無理やり 12V で我慢してもらってですね、ここで信号をいったフォトカプラーで受けて、その出力を切り替えれるようにしました。一応うまく動作しています。ここでウプ主が言い忘れたことをマリサが補足するぜ。ここの回路はMIDI使用書の構成部品に変えてるぜ。フォトカプラーを PC900V にしたので、抵抗 RB は推奨値の280オームにしたぜ。ダイオード D1 も 1N914 にしたぜ。RB は220オームが仕様だぜ。あと、MIDI コネクタ2番端子のアースはしてないぜ。この記号のゼナーダイオードは全部 BAT43 にしたぜ。発光ダイオードは家に転がっていたやつをそのまま使ったぜ。マイコンは RV のナノエブリーにしたが、これで後々苦労することになったぜ。まあ、利点もあったので引き分けかな？あ、これは重要なんだが、RV のナノエブリーは、SS 端子は D8 だぜ。D10 のままだと SPI 通信しないぜ。そこんとこよろしくだぜ。あとはこの図面のままだぜ。作者には感謝だぜ。自作ユニットの外観です。マイコンの名前を確認すると、アルデュイーノです。まずですね、これどうなってるかというと、5V 電源を分岐してるだけです。で、これが 12V 電源を分岐してるだけです。これが MIDI の信号で、MIDI 基本的に2本しかないんでですね、信号線は。で、これもボードにつながってると。これは CV の信号のジャックですね。これが次のチャンネルに行くバッファーの IC ですけども、これは機能してないです。これはゲート信号の LED です。これがゲート信号のプラグです。これがアルデュイーノです。で、これが、このスイッチはですね、書き込み時にエラーが出るんで、一旦MIDI信号を切れというスイッチつけたんですけども、この今使ってるのですね、アルデュイーノナノのエブリーっていうんですけど、エブリーだと、実はシリアル通信ポートがですね、兼用じゃないんで、書き込み時のエラーが起こらない。ということなんで、結局、このスイッチいらなくなりました。あとは、ここにあるのが、ちょっと見にくいんですけど、ここにあるのがフォトカプラーでですね。で、こっちがデジタルアナログコンバーターの IC です。あとはもう、抵抗とダイオードです。コンデンサーはないです。で、今、こちらで仮に組んでるのが、ゲート信号を 12V と 5V、両方使えるようにした仮組の配線です。ここに切り替えのスイッチがありますね。ちなみに、コルグはですね、12V を入れても動きました。本当はいいのかどうかわかんないですけど。で、ベリンガーの、こいつは 5V は動かなかったです。本当は 10V なんですけど、12V でも動きました。次にプログラムなんですけど、プログラムは基本的に記事のまんまをほとんど流用してますが、一部少し変えてます。使ってない機能の部分は削除してないんで、そのまま残ってます。はい、で上からですね、これは宣言ですね、MIDI のプログラムをライブラリを使いますと、これは通信を使います。で、これがですね、少し変えてるんですけども、アルデュイーノナノのエブリっていうのはシリアル通信ポートが複数あるんで、最初の記事のまんまだと MIDI 信号の通信をしないんですね。で、いろいろこれも調べて分かんなかったんですけども、やっと分かったのが、シリアルの1番を指定しないとダメみたいです。これに変えると通信をしてくれました。で、このあたりは、変数の宣言なんで、まあ、そのままですね。で、この数値がですね、配列なんですけども、このデータによってカーブが描かれていて、デジタルアナログコンバーターの曲線を作ってます。で、今ですね、これ
生地のやつとちょっと違っててですね、これはコルグのヘルツパーボルトの数値に私が変えてます。ちなみによいしょ、こんな感じですね。もともと生地にあったのはこの曲線で、これはローランドの方式、ボルトパーオクターブの方式の曲線になります。コルグはですね、この直線ですね。なのでコルグの方法だと、このマイコンがですね、5ボルトまでしか対応してないんで、5ボルトまでの周波数しかアナログシンセに送れないので、だいたい 500Hz ぐらいまでの信号しか送れません。ただしアナログシンセの方でオクターブの切り替えがあるんで、音の高さとしては500以上のものは出すことができます。ただし音域っていうんですかね、オクターブは3オクターブも出なくて、はい、ストップストップだぜ。ウプ主の話を修正だぜ。今回の CV 電圧は 5V までなんだけど、一番低い A1 の音程の時の電圧は 0.5V だぜ。この時の周波数は 55Hz でかなり低いんだけど、これを基準とすると 5V の時の音程は3オクターブより少し上の C シャープ4になるぜ。だからヘルツパーボルト方式の 5V が3オクターブ以下の音しか出ないというのは間違いだぜ。で、ローランドの方の方式だと A の1からこの時点で A の5で最高 A の6まで行くので、 1,2,3,4,5 オクターブぐらいの音域を 5V まで出すことができます。なのでコルグの方式の場合ですね、実際は 8V ぐらいまであるんですかね。もう少し行けますけど、今回の場合はマイコンの関係でここまでしか出ませんということです。で、今これはコルグの曲線に合うように数値を変えています。で、これもですね、シリアルともう一時計とのシリアル1通信棒レートを設定する必要があります。で、2つ書いてあります。それとこの SS っていう DAC デジタルアナログコンバーターに送る信号のポートが SS っていうのがもう最初から決められてましてですね、アルデュイーノのレブリじゃないただのナノの場合っていうのが基本が10がデフォルトで割り付けられてるんですけども、このエブリが8なんでですね、最初デジタルのコンバーターもよくうまく動かなかったんですけど、調べるとエブリは10ではなくて8につながないと動きません。プログラム自体は変わらないんですけども、ここは実際は SS は8を示しているということです。次に MIDI BEIN はこの括弧の中にチャンネル番号が入りますんで、これ1じゃなくて3ですね。前のコメントもですけど33をここで、読みに行きますと。で、こっからがずっと延々に繰り返してグループなんですけども、で、このゲートラッチ、ここですね。これは今このプログラムは出力しないように殺してます。というのがですね、この機能をつけるとですね、鍵盤を押すたんびにエンベロープジェネレーターの頭からきっちり鳴らしてくれるんですけども、連続でスラーを弾いた時も各音の頭がきっちりエンベロープジェネレーターが動くんで、こんな感じにタタタっていう感じで全部頭からきっちりになります。で、スラーの演奏するときはこんな感じで2番目と3番目のタックを入らないようにすることが多いんでですね、この機能を消しました。そうすると1つ目を押して2つ目だとアタックをかけずにそのまま音程だけ上がります。こんな感じですね。で、元のプログラムだとこんな感じになります。私はスラーの奏法ができる方がいいので今この機能を消しました。ここからですね、 MIDI 信号が入ったらの処理なんですけども、こことですね、ここですね、これオリジナルはですね、 MIDI 信号がノートオン、鍵盤オンされると、信号がオンになるように、ゲートがオン信号が出るようになるんですけども、コルグはですね、逆で、通常がオン、ハイの信号が来て、鍵盤が押されるとローになる方式です。なので、このハイとローをですね、逆転させてます。ここはミディが止まったら、ゲートの出力もオフしなさいなんですけども、コルグの方式なんで、ハイにしてます。エッジにしてます。で、これが最後なんですけども、ここが DA コンバーターのですね、出力です。もう一つは使ってないです。で、さっきも言いましたように、この SS はオリジナルのアルトゥイーノナノは10なんですけども、エブリーの方は8なんで、これ実は8が入ってます。ということですね。
以上はだいたい今回若干作り変えたところです。はい、これ以降は若干の気づき事項ということでですね、今音出してるんだけど、この音が CV 信号としては一番高い音になります。これ以降上のキーは全部同じ音になります。で、ここなんですけども、この信号って通常 5V なんですけども、よいしょ、こんな感じで 5.18V。 これって今つないでる AC アダプターの電圧のままなんですよね。で、これが高めに出るとですね、当然アナログシンセの方も高く出る。音階としてはピッチは合ってるんですけども、アナログシンセの方で若干チューニングを変える必要があります。あ、補足だぜ。今回の場合 0.5 から 5V の CV 電圧が0.52 から 5.18V になっているぜ。なので厳密に言うと、一点でシンセのチューニングをしても、上下に音程を変えると実際は、チューニングがずれてるぜ。まあ高音部で合わせておけば、低音部はあまり気がつかないかもだぜ。以上、マリサの補足だぜ。これはまあ、特に実際問題はあんまり弊害はないんですけども、回路としてはきっちり 5V は出ていないっていう感じですね。で、これ下げていきますね。ちょい。半音した、半音した。半音した。これで半音した。はい。実際に DA コンバーターが動いてますという。気づきのその2番目です。先ほど言いました、スイッチは入れなくても書き込みエラーは発生しないということで、今これ、ミリ通信してるんですけども、実際問題、シリアルモニターは、見ることができます。でですね、試しに書き込みもしてみますけども、よいしょ、これ今ゲートが切れたんでシンセが勝手になってます。はい、書き込み完了ですね。ということで、ナノだとここで通信を切らない革命エラーが出るということだったんですけども、エブリーだと関係ないということです。最後の気づきなんです。これバグとかではないんですけども、ミディの仕様だと思うんですけども、一旦ここで鍵盤をして、先ほど言ったようにこれ、二つ目を押すと、エンベロープジェネレーターは新たに起動せずに CV 信号だけ上がるんですけども、二番目の音を離してもですね、音程が変わらないんですよ。下がらないです。いろいろプログラムの問題かなっていうふうに思ってたんですけど、どうもですね、これミディの仕様っぽいんですよね。で、その場合下げるのは、押して最初離すと、次下がると。ここだと変わらないけど、前の離すと変わると。演奏としてはスラーは問題なくできるんだけど、まあこんな演奏する仕方はするかどうかわからないですけど、こうすると音が変わらない。最初の記事のままだとこんな感じでアタックが全部かかります。このプログラムを無効にしたんで、こういう感じでスラー的に演奏することができます。